今月13日付で日本銀行大置支店の新たな支店長に着任したのは、安徳邦正氏です。福岡県出身の安徳氏は1998年に入港し、金融第三課長や経営企画課長を歴任しました。

これまで支店長を務めた徳高康弘氏は本店金融機構局三次役兼上席交差役に移動します。